ナルニは、イタリア共和国ウンブリア州テルニ県にある、人口約1万9千人の基礎自治体。ラテン語の旧名であるナルニアの名でも呼ばれる。テルニ県南東部のコムーネ。テルニ県外略図隣接コムーネ隣接するコムーネは、以下の通り。括弧内の VT は、ビテルボ県所属を示す。ナルニ市の昔のラテン語の名前は、 ナルニアといい古代ローマの植民地として紀元前299年に作られ紀元前90年にムニキピウムとなった。ナルニアがいつナルニシに変わったのか確かなことは知られていないがおそらくは1200年から1300年からフランス革命後まで徐々に変化していき最終的には1800年にも石碑や公式書類に古代の名のナルニアが書かれているのが認められる。 ナルニア出身の有名人は、皇帝、ネルーア、聖カッシオ、エラズモ、イル・ガッタメラータ、ガレオット・マルチオ、フクシャル・チーア、ベルナルド・エローリなど。ガッタメラータの家の近くに、有名なイカの言葉が書かれている。ナルニには、イカの分離集落がある。カピトーネ・カピトーネは現在ナルニの一集落であるが、絶えずその支配下にあったわけではない。実際、最初は、 独立した町で後に、ナルニに征服され、続いて、教皇国の保護家となった。最終的に、約1世紀後カピトーネは再度、ナルニに征服された。そしてそのまま今に至ると言える。この素晴らしい町は何度も略奪され、今日ではただ石造りの城壁の入り口の二重アーチの、門旧市街を少し外れた見張り塔から見る、町周辺のすごく良い景観だけを見ることができる。 作家クライブステープルスルイスは、イタリアの古い地図を見ながら、そこに書かれていた、ナルニのラテン語名、ナルニアを拝借し、人気シリーズである彼のファンタジー小説、ナルニア国物語につけた。ありがとうございます。